こんにちは、ハカです。今日はカメラ関係のニュースをご紹介したいと思います。これです。海外でソニーが新しい広角単焦点レンズを発表しました。FE20mmF1.8G という G レンズになりますね。20mm のレンズ、少し前から噂になってたんですけど、本当に出してきましたね。まず外観から見ていきたいんですが、レンズの左側面にはフォーカスホールドボタンと AF-MF の切り替えスイッチがあります。このレンズの大きな特徴としては、絞りリングが搭載されてるんですね。で、絞りリングがあることで、レンズの右側面の方に絞りリングのクリック感をオンオフする切り替えスイッチがついています。この絞りリングが便利そうだなと。写真を撮るときはよく絞り優先モードって使うんですけど、絞りを切り替えながら撮影したいときに、ここにリングがあると、非常にこう直感的に操作しやすいなと。で、マニュアル撮影なんかするときに、ここで絞りリング、ここでシャッタースピード、で、AF をここでやりながら、シャッターをここで押すみたいな、いろいろと左手、右手の使い分けができるので、非常に便利だなというふうに思います。あと、絞りリングのクリック感をオンオフできるので、シネマレンズ的に使うことができるんですよね。で、映画なんかでよく見る絞りをこう無段階で断続的に変えるなんていう映像の作り方ができるっていうのも魅力的なところです。で、ここまで見るとやっぱり動画を結構意識してこのレンズ作ってるなというふうに思うんですよね。で、AF のモーターも XD リニアモーターというものを採用していて非常に静粛性が高いということなんですよ。で、私今使っているこの 24mm のサイズレンズなんですけど、結構 AF 音がうるさいんですよ。ちょっと聞いてもらいましょうか。こんな感じの AF 音が動画に入ってるとちょっとげんなりしちゃいますよね。で、今撮影しているのが 16-35mm の GM レンズなんですけど、こっちの方はもう全く音聞こえないんで、まあ、これと同じぐらいの静粛性があるんであれば非常にいいですね。では次にスペックを見ていきたいんですけど、まず焦点距離が 20mm ということで APS-C 換算では 30mm になります。で、私やっぱりここ最近の撮影ではこの 24mm のレンズを使ってこの場所で撮っていることが多いんですけど、今 GM レンズを 20mm にセットして撮ってみてます。なので前回の動画と比べるとだいぶ広いんですよ。これで手元がしっかりと映るようになってます。このくらいの画角がいいなあ。あと最小絞りは F1.8 明るいですよね。これも 1.8 なんですけど、よくボケます。で、暗所にももちろん強いということで、このレンズですね、結構夜に強いレンズだなと思って、暗いところに持ち出すのが面白いんですけど、まあ、そのぐらいの明るさがあるんですよね。で、天体写真なんかにも良さそうなスペックじゃないですかね。サンプル画像を見るとボケ味が非常にナチュラルですね。綺麗です。このサイズレンズのちょっと独特の癖のあるボケ味っていうのも好きなんですけど、一般的にはああいうナチュラル味なボケの方が受けがいいのかなというふうには思いますね。あと、まあ、こっちもそうなんですけど、広角単焦点の特徴として寄れるっていうのがありますね。で、最短撮影距離なんですけど、0.19m、約19センチですね。この最短撮影距離っていうのは、このカメラのセンサー面からの距離なので、19センチというと、こんな感じなんですよ。このぐらいの距離でもうピントが合うっていう、そういうスペックなんですよね。まあ今このレンズも大体同じぐらいの最短撮影距離なんで寄れるんですけど、簡単なクローズアップ撮影とかができます。あと、広角で寄って撮ると、ちょっと歪みが出るんで非常に面白いんですよ。この大きさの対比がすごい出るんですよね。こういうのも広角単焦点の楽しみ方の一つかなというふうに思います。で、フィルター径は 67mm。ちょっと大きめですよね。これは 24mm の GM レンズと同じです。で、GM レンズと比較していくと、
大きさとしては一回りぐらいコンパクトで、重さも 70g ぐらい軽いんですよね。で、さらに、まあ、その 24mm の GM よりも少し広く撮れるということで、結構人気が出そうだなと。で、フルサイズだと 24mm ぐらいで事足りるかなと思いますけど、20mm なので、さらに超広角を求める人だったりとか、あと APS-C で広角単焦点を使えるっていうのが非常に魅力的です。やっぱり高画質で小さくて軽いっていうのはもう正義ですよね。あとは、まあ価格がどのくらい出てくるかですよね。G レンズでこれだけの豪華装備だったら、やっぱり12、3万ぐらいはするのかなというふうに予想はしてるんですけど、まあ、国内発表がまだなので、国内の正式な価格っていうのが出てないですよね。これが10万円を切る価格だったら、もうすぐ飛びつきたいなと思っちゃうんですけど、もしこのレンズが買えたら、レビューもしてみたいなというふうに思いますね。はい。では今日はこんなところで、ソニーの 20mmF1.8G レンズ、こちらが海外発表されたというニュースでした。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、ぜひお願いします。ではでは。